準備はよろしいでしょうか。では一人のためスペースオペラをさせていただきたいと思います。人類は昔から伝えられていたようなきらびやかな近未来を迎えるようなことは決してなく、心はますます砂漠化、もはや人類同士の交流よりもネットワーク上かっこインターネットによるコミュニケーションが主流となっていき、人間同士の交流、温かみはすでにないと言って等しかった。そんな殺伐としたある日、ある男が道を歩いていた。すると男の頭上に得体の知れない奇妙な物体が浮かんでいるではないか。男は言った。なんだあれは。すると突然男の周りを光が囲んだ。男は言った。誰か助けて助けて。男は空高くその物体に吸い込まれてしまった。そして朝、男は目が覚めた。するとある女が男を覗き込んでいた。君は誰だ。何を言ってるの。私は異名、あなたのガールフレンドじゃない。俺を騙そうとしているな。証拠はあるのか。一体どうしちゃったの。というか俺は誰なんだ。記憶がない。私をからかってるの。あなた、その腕、その頭、その頭。気づかなかった。なんだこれは。ノリという人間は一体誰なのか、一体何者なのか、この SD には一体何が入ってるか、助けるのはあなただ。では僕の記憶を、僕の記憶を。 PC あ、PC ノート PC だけ。これノート PC はどこですか。 ここにあります。私のじゃん。いや、私じゃん。ここにじゃあ後であげる。じゃあ後であげるって言って、じゃあ僕の記憶をくれるんですか。あ、本当ですか。あ、じゃあ持ってきます。ありがとうございます。画像を入れる。画像がこの中から今どんどん吸い込まれていくんです。これ記憶ですか。僕は記憶過去の記憶。もうバンバン言ってください。静止画なんですか。全部記憶。あと画像と動画と天候です。と絵日記が拡張して天候です。僕の過去の今動画がこういう風に注入して今どんどん行きます。あ、そうちゃんとストーリーやってるんです。すごい。僕の大学生です。あ、やばい。あ、ちゃんと画像してる。あ、こういう感じ入ってる。あ、また。うわ、動画が出てきた。箱根旅行動画です。なんか今、やばくなかった。ちなみにこれは僕、ペットボトルの人形と一緒に買ったものなんですけど。こういうお得な動画がいくつか入ってる。誰が見るんだっけ。あ、すごい。今回は見れない。ちゃんとシナリオ考えてる。なんと。私はこれしっこりやって、森さんのデータが入ってるってことだけど。これは共有したんです。本当にもらえるんですか。喋れました。知ってることになっちゃった。しょうがない。僕の記憶。これはこの劇は何回か上映されてるんですか。今2回目です。奇跡の前はどこでされた。初演じゃないですか。今日2時間前に初演があって、今10分前に2回目です。多分もう再演はないんじゃないかと。頑張ろうしこれはあの
共同制作で共同制作ですこの、まあ、こっちとつながってるってことこっちとは関係ないこっちとはまたあの分離してるんですけど今イーミオさんとは関係ないあこれでも全部このギミックは全部イーミオさんですイーミオさんが作った、はい、シナリオは僕がすごいスペースオペラどこがオペラ劇ぐらいあこういう話はこういう感じでいこうと勝手に作ってきたメイクあメイクのために作ったんですか動画はメイクのために作ったんですなんと貴重ななんということですびっくりですねPC 持ってきてください PC 今なんかメモリースティックなら今ありますけど無理あじゃあ持ってきます持ってきます今ねいや今メモリー持ってですよねあじゃあの感想はどうですか。今私データあるからフィリップさんがメモリ持ってるからそれで挿していただきます。どうもありがとうございました。もらえるんです素晴らしい劇を。あやった。